あなたの記憶に残したいいな。どうも、タイナです。僕は今東京駅の丸の内口の方に来ています。ところで皆さん、中央線という、ね、路線はご存知でしょうか。中央線という路線はこの東京から新宿、立川、八王子、高尾、大月を経由して東京と名古屋を、ね、結んでいる幹線路線です。そのですね、中央線の東京近郊はですね、通勤列車がねバンバン走る通勤路線となっています。皆さん、立川行きとかね、八王子行きとかね、高尾行きっていうのはね、聞きなじみがあると思うんですが、その中にですね、ちょっとね不思議な行き先の列車があるんですね。その列車は駒川行きっていう列車です。皆さんね、この駒川行き、見たことはあるかもしれませんが、一体どんなところにね行く列車なんですかね。本日はその駒川行きに乗ってきたということでね、動画の方をやっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ということで中央線のホームにやってきました。ホームにはですね、立川行きとかねあるのですが、その中に異彩を放つ、駒川行きとねありますね。そして五日市行きとも書かれています。本日乗車するのはね、駒川行きだけでなく五日市行きでもあるみたいなんですね。そして種別なんですが、何やら快速ではなく通勤快速っていうね、種別みたいですね。いや、本当に強そうな種別となっています。はい、ということでやってきました。本日乗車するね、駒川行きですね、通勤快速列車です。いや、駒川ってね、一体どこなんですかね、非常に気になります。中央編成、長い電車ですね。中央線らしくオレンジ色の、ね、帯を巻いています。通勤快速という種別は紫色で表示されています。そして LED なんですが、申し訳ありません、切れてしまっていますね。カメラの特性上仕方ありません。しかし前の方は綺麗に映ってくれました。通勤快速、駒川、武蔵、五日市行き一緒になっています。2つの行き先を表示するのでキッツキツな画面になっていますね。駒川が、ね、一体どこか分かりませんが、とりあえず乗ってみます。乗ったら分かるかもしれません。現在時刻は夕ラッシュということで、車内は人が多めですね。そんな列車の扉の上には案内用の液晶モニターがあるんですが、ここにこの列車の終点である駒川がどこにあるのかヒントがありそうですね。この東京から終点の駒川までは79分かかると書いてありました。全部オレンジ色で表示されているので中央線にありそうですが、中央線に駒川なんて駅はありません。ますます謎が深まりますよね。駒川って一体どこやねんっていうね話ですよ。そしてどうやら途中のですね、拝島というところで、武蔵五日市行きと、今乗っているこの駒川行きをどうやら切り離すみたいなんですね。そんな拝島ですが、こちらもですね中央線にはありません。一体拝島ってどこなんですかね。ということで列車始発の東京出発です。駒川がどこなのかは車内の放送を聞けば大体わかると思いますので、ちょっとですねこの放送の方ねよく聞いてみようと思います。列車は神田に到着。通勤快速も快速もこの辺りは停車駅同じみたいですね。通勤のお客さんをたくさん拾うみたいです。そんなこの列車ですが、立川から青梅線に直通するみたいですね。駒川がどこなのか大きいヒントになりました。携帯のマップをね見てみました。真ん中にはね青梅線の拝島駅がありました。ここで武蔵五日市行きと駒川行きが分かれるみたいですね。この列車は青梅線直通と言っていたので、青梅線をさらに進んでみましょう。しかし青梅線に駒川という駅はねどこを探してもありません。じゃあ一体どこにあるんですかね。拝島からね2本分岐しているので、そちらも見てみましょうか。まず左から、こちらの終点は武蔵五日市となっています。この列車の並結相手ですね。ってことはもう一つ分かれてる方に駒川があるはずです。ということで見てみましょう。北へ北へと進んでいくと、ありました、駒川です。ここが今乗っている終着地です。駒川は青梅線ではなく八高線という路線にあるみたいです。さっきの放送は嘘だったんですかね。別にねそういうわけではありません。青梅線にこの列車は拝島まで直通しています。おそらく拝島から先は省略したんでしょうね。列車は東京の街の中を走っていきます。夜景が非常に美しいですよね。そしてお茶の水から先は中央線は上り線と下り線が2本ずつの複線になります。
隣には各駅停車電車の黄色い電車がいますね。そんな列車をこの快速列車をね一気に追い抜いていきます。さすがは快速ですよね。列車は大都会新宿に到着です。ところでこの列車がね今から行く八高線の駒川って一体どんなところなんですかね。とてもね楽しみといった感じです。新宿を出ると大ガードの夜景を見ることができます。非常に美しいですよね。さすがは大都会新宿です。新宿を出てしばらく中野のですね手前あたりまでやってくると新宿のビル群の高校とした建物が遠くに見えてきます。近くで見るのもいいですが遠くからねこういう風に眺めるのもいいですよね。ということで列車は中野に到着。この中野からようやく通勤快速らしさが出てきます。中野から先は荻窪、吉祥寺、三鷹、国分寺、立川と立川から先の各駅ということで快速よりもだいぶ停車駅が少ないです。都会に吉祥寺と荻窪をね加えた感じですね。これから杉並山駅を通過していきます。この駅は西荻窪の駅です。列車は西荻窪を通過していきます。杉並山駅を通過するのはねとてもね気持ちいいですよね。列車は吉祥寺に到着。この吉祥寺は特快は通過しますが今乗っている通勤快速は停車します。この通勤快速の停車駅結構不思議ですよね。そしてここより先は特別快速と同じ停車駅となっています。列車は三鷹に到着。ここで先行する各駅停車立川行きに接続です。接続しっかりしていますよね。とっても便利。次は列車国分寺に停車ということで完全に特別快速と同じ停車駅ですよね。列車は東小金井を通過。それにしても駅を通過するのはとてもね気持ちいいですよね。列車中央線をどん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 西へと進んでいきます。そして国分寺へ到着です。この国分寺でも先行列車に接続。先行列車は高尾行きでしたね。通勤快速の通過駅もとてもね優しいですよね。列車次は立川に停車します。立川から中央線を離れて青梅線へと入っていきます。そして駅を通過するのはこの立川まで。そこからは終点の駒川まで各駅に停車していきます。そしてその先の拝島で切り離しです。長い10両編成ももうあと少しといった感じですね。前4両だけが本日の主役である駒川行き、後ろの6両は武蔵塚市行きとなっています。列車は立川に到着です。奥には南武線が見えています。この立川はいろいろな列車が乗り入れる大ターミナル駅となっています。さすがは立川といった感じ。この立川駅はですねたくさんの人が降りていきました。さすがは大都会立川ですよね。この立川で中央線や南武線に乗り換える人も大勢いると思いますけどね。これから向かう青梅線並びに八高線は中央線と比べるとそれほど、ね、人が乗りませんからね。そして車内はこんな感じで割と空いています。さすがに座れるほどはね空いていませんけどね。まあ夕ラッシュなので仕方ありません。列車は立川を出発です。いよいよ列車中央線から青梅線へと入っていきます。隣のホームに中央線の高尾行きがいましたね。接続がびっくりするほどしっかりしていますよね。中央線恐るべしです。そして青梅線に入った途端に自動放送もガラリと変わります。今までは青梅線直通でしたが青梅線に入った途端に八高線直通と五日市線直通に変わりました。本日は八高線の駒川へ行くので五日市線には行きませんけどね。いよいよ八高線の名前が出てきましたよ。駒川がだんだん近づいてきた実感が湧いてきましたよね。列車は青梅線最初の停車駅である西立川に到着です。青梅線内は自動放送で扉の開閉は押しボタン式と案内されていました。右にありますこちらのボタンがですね半自動ボタンです。このボタンを押して乗り降りするといった感じです。停車するとボタンがですね青とか赤に光って扉を開けることができるんですが、であれ普通に開きましたね。コロナ対策の換気目的とかで自動で開いているんですかね。停車時間がね2分ほどあるということでねちょっと暇なんで外に出てきました。手動かと思いきや自動でしたね。もうね通勤快速の表示が消えていて普通駒川行きと書いてあります。駒川行きと五日市行きの、ね、連結部にやってきました。こちら側が、ね、駒川行きでこちら側が五日市行きとなっています。こっち側の4両と6両という感じ。拝島でねここが分かれます。
今はこの駒川行きと武蔵塚越行きが連結していますが、列車がもう間もなく到着する拝島でなんと切り離してしまうんですね。拝島で切り離しとなりますので、お間違いのないようご乗車ください。 The next station is 拝島。 The train will be divided into two sections at 拝島。 Please make sure you're in the right section。この車両は八高線直通駒川行きです。五日市線直通武蔵五日市行きをご利用のお客様は、次の拝島で後ろ6両1号車から6号車にお乗り換えください。 This car is for the 八高 line going to 駒川 station. Passengers using the 五日市 line toward 武蔵五日市 should move back to cars number 1。列車は拝島に到着です。ここで五日市線へと入る武蔵五日市行きと切り離します。そしていよいよ駒川のある八高線へと列車入っていきます。この拝島では後ろ6両の五日市線に乗り換える人や、単純に拝島で降りる人、それからその他の線に乗り換える人でホームがごった返していました。そしてこれから解決作業をします。まず LED の表示器が表示されていましたね。こちらは駒川行きのはずですが、まだ駒川武蔵五日市行きと出しています。武蔵三日市行きの窓ガラスに反射して見えています。さらに武蔵五日市行きの方も同じように駒川武蔵五日市行きと出していました。そして武蔵五日市行きのみドアが閉められて、電車を交代させて連結を解除するみたいですね。ということで電車がバックしていきました。連結がこれで解除されましたね。それにしても至近距離に電車がいるっていうね、光景は新鮮ですよね。こういう増解決をする列車ならではといった感じがします。そして奥の表示ですが、武蔵五日市行きに変わりました。今乗っている駒川行きも駒川行き単体になったものと思われます。作業が終わり、列車は拝島を出発です。これから八高線を走り駒川へと向かっていきます。こういう目線でね、電車を見るのもいいですよね。とてもかっこいいです。あの前哨灯の輝きもいいですよね。離れゆく武蔵五日市行き、今まで一緒にいましたがさようならという感じです。次は列車東福生に停まります。完全に八高線の普通列車です。ですが車両は中央線です。東京からここまで1本で来れているのはすごすぎますよね。列車終点の駒川までは数駅ですが、駅間が長いので結構時間はかかります。紙の路線図だとこんな感じで灰色になっていますが、液晶モニターにはオレンジで表示されています。まるで中央線ですが、ここは八高線です。そして終点の駒川までは、ね、約24分かかります。お待たせいたしました。どちらが座りなさる日には8時37分、東半島は8時50分、終点駒川には8時56分の到着予定です。3月12日大回線から八高線川越線がエヴァンマウンテを開始いたします。エヴァンマウンテに先立ち、この列車のドアの開け閉めはボタン式となっております。乗り降りの際には各ドアの横にあります押しボタンを押していただきますようご協力お願いします。先ほどの放送で八高線はダイヤ改正でワンマン運転になります。そして今乗っているこの中央線電車ですが、残念ながらワンマン運転に対応していません。なので今回のダイヤ改正で東京発駒川行きの列車は廃止されてしまいます。東京から駒川まで直通する今乗っている列車がなくなってしまうのは残念ですが、車掌さんがいないワンマン列車になるので仕方ありません。そもそもこの列車は、ね、1日1本しかなかったので、そのためにわざわざ車掌さんを手配するのは面倒ですしね。ということで列車は東福生に到着です。先ほどの放送で押しボタン式になっていると言っていましたが、どうですかね。本当に押しボタン式になっているのでしょうか。先ほどの青梅線はね、押しボタン式ってね放送で言ってて、押しボタン式になっていませんでしたからね。お、ちゃんと押しボタン式になっていますね。ボタンが青とか赤に光っていました。ここをね開ければね、扉を開け閉めすることができます。列車次は箱根ヶ崎に停まります。箱根ヶ崎前の区間に少し面白いところがあるので、ね、ちょっとね紹介していこうと思います。それがこちらです。ここは米軍の横田基地、その中をね八高線が走っています。とてもね面白いですよね。
基地の中を列車ぶった切っていますからね。沿線は米軍基地ということでアメリカっぽい建物がたくさん並んでいますね。ガチの基地というより居住区的な感じですかね。ここはアメリカの治外法権なのでアメリカの中を、ね、八高線が走っています。しかも中央線から、ね、直通してきています。なかなかカオスですよね。しかしこれも残念ながらね、本日のダイヤ改正で見納めとなってしまいます。列車は箱根ヶ崎に到着です。それにしてもたったね4両なのでホームの長さがね非常にね短いですよね。この箱根ヶ崎ではたくさん人が降りていきました。直通列車はこの箱根ヶ崎まではかなり需要があるみたいですね。しかしあると言ってもそれほど大きいものがありません。たかだか4両ですからね。こっからの車内はほとんどが鉄道マニアといった感じ。配信前日に今回乗ったのでそうなるでしょうといった感じですね。おそらくお客さんはね7割くらいはそんな感じでしたね。おそらくここからは先は需要がほとんどないということでしょう。ダイヤ改正でなくなるのも納得がいきますということで、列車箱根ヶ崎を出発していきます。東京のビル群と違い八高線は畑が広がり、その中に民家がポツンポツンとある感じ、だいぶ違いますよね。そして終点の駒川はまだまだ北です。あの大都会東京との差がね面白すぎますよね。ちなみにまだここは東京都ですが、終点の駒川は東京都を飛び出してなんと埼玉県となっています。ところでこの液晶モニターですが、中央線から直通してくるこの列車にしかついていません。なので液晶モニターでの案内はこの列車が廃止されたら残念ながら見られなくなってしまうんですね。新型電車の、ね、デビューを待つのみといった感じ。それまでは全くありません。列車は金子に到着。ここでは列車行き違いのためにしばらく停車します。この八高線は田舎の路線なので単線路線です。なので行き違いのためには駅で行き違う必要性があります。やってきました八高線電車。中央線とは全く違う見た目をねしています。オレンジに緑色の帯を巻いた電車。そして中央線より1台古い車両ですね。列車は東飯能に到着。ここでは西武池袋線と乗り換えられるのですが、飯能まで中央線が来ているっていうのもね面白いですよね。飯能なんてバリバリ埼玉県です。埼玉県に、ね、中央線っていうのはね違和感の塊ですね。そして次は終点の駒川です。駒川です。 The next station is 駒川 terminal。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。お降りの際はドア横のボタンを押してください。オレンジ色の座席マケット、明らかに中央線の車内ですが走っているのは八高線、さらに埼玉県内ということでいろいろとカオスですよね。しかし快晴でこの駒川まで行く列車はなくなってしまいます。ということで列車終点の駒川に到着です。駒川は小さい町ですが、駅には少し前まで緑の窓口もありました。そんな町に東京までの直通列車が来ていましたが、今回の快晴で消滅です。ということでですね、終点に到着しましたが、この列車は押しボタン式ということで押しボタンの方を、ね、押して降りていきたいと思います。いやそれにしても八高線の駅に、ね、中央線っていうのはねとってもね違和感ですよね。東京からね約80分、列車は終点の駒川に到着しました。いや八高線の、ね、駅に中央線が、ね、来ているというのは結構、ね、違和感ですよね。しかもここは埼玉県です。あ、なんか反対側のホームで乗務員さんの撮影会みたいなのが始まっていましたね。この列車がそれだけ愛されていたという感じなのでしょう。ちなみにこの駒川までは電車が通れるように電化されていますが、この駒川より北の八高線の区間はガチの田舎で電気が走る電車ではなく、左に見えているこの気動車によって運転されています。東京から通勤電車1本でここまで来れてしまうのはなかなかですよね。そしてこの駒川駅となった後折り返して拝島駅となるみたいです。ということで本日は東京駅でたまに見かける通勤快速駒川駅に、ね、乗ってきたという、ね、動画でした。たまに見かけてふーんくらいの、ね、列車がここまで、ね、カオスだとは、ね、僕も思いませんでした。しかもその行き先である駒川ってね、東京都でも山梨県でもなく埼玉県っていうのがね、またまたねカオスさをね引き立てていますよね。ということでこの辺りで動画の方終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。